郊外都市であるため人口の割には高層建築物が少なく市の中心部にも住宅街が形成されているリバーサイドはアメリカ合衆国カリフォルニア州南部内陸ロサンゼルスの東高約 100km に位置する都市リバーサイド軍の軍庁所在地で北に位置するサンバーナーディーノとともに420万人以上の 人口を抱えるインランドエンパイアと呼ばれる地域の中心となっている都市であるが、実際にはロサンゼルス大都市圏の大型郊外都市であり、ブーンバーブの一つに数えられている。地域人口は30万3871人。市名は近隣を流れるサンターナ川に由来している。また、リバーサイドはカリフォルニア州における柑橘類栽培発祥の地として知られている。 1907年にカリフォルニア大学の柑橘類研究所として設立されたカリフォルニア大学リバーサイド校は現在ではカリフォルニア大学システムをなす大学のうちの一つで全米100位以内に入る評価を受けている初期のリバーサイド場1876年人家もまだまばらで都市というよりは農村に近い下1900年街路が整備され 住宅が立ち並んでいる。わずか四半世紀の間に、急速に発展を遂げたことがわかる。1870年代初頭、ニューヨーク州出身の奴隷廃止論者、ジョン・ダブリュー・ノースが、サンターナ川のほとりのこの地に都市を創設した。ジョン・ノースはこの地に来る前、1856年にも、 ミネソタ州南東部ミネアポリスセントポールの近郊にノースフィールドという街を建設していた。やがてイングランドやカナダから住民が移入してくるようになると彼らの伝統や活動もこの地に根付いた。こうした背景から南カリフォルニア発のゴルフコースやポロ競技場がリバーサイドに作られた。この地に初めてオレンジの木が植えられたのは1871年の ことであった。その2年後の1873年、エリーザ・ティベッツが、ワシントン DC のアメリカ合衆国のオムショーに、勤務する友人から日本のブラジル産、ネーブル・オレンジの木を贈られた。その木は、リバーサイドの地に根付き、南カリフォルニアの気候も、相まって、ネーブル・オレンジ産業が急速に発展した。ネーブル・オレンジ産業の成功によって、南カリフォルニアのこの地は、 ゴールドラッシュの再来と言えるほどの活況となった。1882年にはカリフォルニア州内には50万本を超える柑橘類の木があり、そのうち半分以上はリバーサイドに植えられていた。やがて冷蔵車の発明や画期的な灌溉システムの開発によって1895年頃にはリバーサイドは裕福な都市になっていた。市が栄えてくるとリバーサイドには 特徴的な建物も立ち始めた。スペイン統治下にあったカリフォルニアの海岸沿いには数多くの伝道協会が建てられたが、その伝道協会を申したミッションリバイバル様式のゲストハウス、グレンウッドコテージは1876年に建てられた。この小さなゲストハウスは1902年にミッショニーが建てられるにあたってコアとなった建物であった。 オレンジの果樹園やスイミングプール、この地に立つ邸宅を描いた絵葉書は年間を通じて起業家やバカンス客を引きつけた。リバーサイドの温暖で乾燥した気候に惹かれて冬の寒い東部から移住してくる者も,も多くいた。市を従官するビクトリアーベニューにはランドマーク的な邸宅が立ち並んだ。20世紀後半になるとリバーサイドは ロサンゼルスとその都市圏の拡大に伴って、郊外都市として発展していった。リバーサイドは高級住宅地の形成されているオレンジ郡など、周辺の郡に比べて地価がかなり安く、そのため、手頃な価格の住宅を求めて住民が移入してくるようになった。しかし、人口の急増は、ロサンゼルスのダウンタウンやオレンジ郡へ通勤する、車による、 交通渋滞をもたらし、大気汚染にもつながっている。スマートグロースアメリカの調査では、リバーサイドサンバーナーディーノを中心とする、この地域は、全米で最もスプロール化の激しい地域であるとされた。市街地のやや外側を循環する、ビクトリアアベニューには、ヤシの木をはじめとする多種多様な樹木、草本が立ち並んでいる。リバーサイドは、 北緯33度56分53秒整形117度23分46秒、北緯33.94806度整形117.39611 11度、33.94806-117.39611に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、リバーサイド市の総面積は203.0キロ平方メートルである。 このうち2 0 2 3トルが陸地で0 7平方メートルが水域である。総面積の0.36%が水域となっている。市の標高は2 6 2ルである。リバーサイドという市名が示す通り、市街地はサンターナ川に沿って北東から南西方向へと伸びている。市街地を縦貫してマグノリアーベニューが通り、また、 やや外側をビクトリアーベニューが通っている。リバーサイドフリーウェイはその2本の通りの間を通っている。リバーサイドは郊外都市であるためアメリカ合衆国内田地域のほぼ同程度の規模の都市と比べて中心部への集積度が低く小規模なダウンタウンは形成されているものの目立った超高層建築物はない。また市の中心部。 ダウンタウンのかなり近くにも住宅地が形成されている。市の東にはボックススプリングスマウンテンがそびえている。この山は東に隣接するモレノバレートの市境ともなっている。この山の最ろにはカリフォルニア大学リバーサイド校のキャンパスが広がっている。一方、ダウンタウン近くサンターナハンにそびえるルビドの丘はダウンタウンにおけるランドマークになっている。 リバーサイドの気候は乾燥した夏と温暖な冬とに特徴付けられる。冬でも平均気温は摂氏10度程度である。夏は平均気温こそ25度前後であるが日中は摂氏30度を超えることが多い。しかし湿度が低いため夜になると気温が摂氏15度程度まで下がる。一年を通じて雨の降る日が少なく特に夏は 雨の降らない日が続く。年間降水量は250ミリメートル程度である。欠片の気候区分では乾燥帯のステップ気候に属する。カリフォルニア大学リバーサイド校、カリフォルニア大学リバーサイド校は、リバーサイドのダウンタウンから、東、ボックススプリングスマウンテンのふもとにキャンパスを置いている。同校は1907年に、 カリフォルニア大学の柑橘類研究所として設立された。この研究所は柑橘類の栽培に適した土壌の肥沃化や溉、お及び柑橘類の品種改良を行いリバーサイドがカリフォルニアにおける柑橘類栽培のパイオニアとしての地位を得ることに貢献した。この柑橘類研究所と同時期に設置された柑橘類園は 1000種類以上の柑橘類を栽培しており、そのコレクションの研究資料的価値の高さを世界的に認められている。同校は1954年に教養学部を設立し、総合大学として創立、1959年にはカリフォルニア大学システムに取り入れられた。2006年秋学期には、同校は学部生、約1万5000人、大学院生、 約2200人の学生を抱えている。アジア系の学生が最も多く、全学生の約4割を占める。16万2000平方メートルの敷地を有するカリフォルニア大学リバーサイド校の植物園には珍しい植物も見られる。園内には6キロメートルにわたる遊歩道が設けられている。また、同校の昆虫学研究博物館や写真博物館は、 いずれもそのコレクションの質、量ともに高い評価を受けている。キャンパスから約450メートルほどボックス、スプリングスマウンテンを上がった中原には、ビッグ、C と呼ばれる、コンクリート性の大きな C の文字が描かれている。1957年に作成された、この文字の維持は、同行新入生の義務の一つとされ、伝統になっている。 学生会の選挙期間になると、この C の文字が候補者のイニシャルに置き換わったりする。また、試験期間になると C の隣にマイナスがついて C マイナスになったり D に置き換わったりする。カリフォルニア大学リバーサイド校のスポーツチームは NCWA ディビジョン I のビッグウェストカンファレンスに所属している。バスケットボールチームはキャンパス内の学生レクリエーションセンターで ホームの試合を行っている。同校は、フットボールチームを持っていない。カリフォルニア大学リバーサイド校の他には、リバーサイド市内には、以下3つの大学がキャンパスを構えている。また、リバーサイドには、老舎難聴者のための修立の学校があり、7年生から12年生までを受け入れている。1878年に設立された、シャーマン・インディアン・スクールは、 7年生から12年生までのネイティブアメリカンの生徒を受け入れている。3本のフリーウェイが交わるジャンクション付近の修道91号線2006年12月21日。リバーサイドを含むロサンゼルス都市圏の玄関口となっている空港はロサンゼルス国際空港である。リバーサイドからは西へ約 110km あるが車でフリーウェイを経由し、 約70分で空港に着ける。また、リバーサイドの北西、オンタリオ市に立地するオンタリオ国際空港は、ロサンゼルス国際空港を保管する役割を担っている空港で、比較的近距離の便が多いが、大陸横断路線やメキシコ路線も就航している。リバーサイドのダウンタウンから、同空港へは西北西約2 5トルである。 リバーサイド市内にもリバーサイド市営空港があるが、こちらは規模が小さく、ゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機が主に発着する空港である。ロサンゼルス都市圏に縦横に張り巡らされているフリーウェイモンはリバーサイドもカバーしている。リバーサイドには、週間高速道路 I-15 の視線でインランドエンパイアを南北に貫く I-215。 に加え、ロサンゼルスのダウンタウンから東へ走る、修道60号線、ロサンゼルス南港から、リバーサイドへ向かう、修道91号線の3本のフリーウェイが、走っている。これら3本のフリーウェイは、市の中心部北東に位置するジャンクションで交わる。修道60号線はこのジャンクションより西では、ポモナフリーウェイ、東では、モレノバレーフリーウェイと呼ばれている。 また、このジャンクションを終点とする修道91号線は、リバーサイドハイウェイと呼ばれている。ジャンクションは2007年12月24日に、完成した。リバーサイドのアムトラックの駅はダウンタウンにあり、ロサンゼルスとシカゴを結ぶサウスウェストチーフ号が、停車する。また、この駅は、ロサンゼルスの通勤鉄道、メトロリンクのリバーサイドダウンタウン駅としても、 使用されており、3路線が発着する。リバーサイド市内及び、周辺地域には、リバーサイド交通局の運営する、路線バスが約40系統を走っている。また、ダウンタウンには、レトロな車体の、トロリーと称するバスが2系統を走っている。ミッションインミッションインは、リバーサイドのダウンタウンに立地し、ミッションインアベニュー、メインストリート、 シックス,スストリート、オレンジストリートに囲まれた一ブロックを占めている。1902年に建てられた、このミッションリバイバル建築のホテルは、国家歴史登録財及び国定歴史建造物に指定されている。敷地内には、レストランや各種ショップのほかスパ、博物館や、チャペルもある。このホテルには、歴代のアメリカ合衆国大統領をはじめ、 各国の王室や映画スターなど多くの要人が宿泊した。パット・ニクソンとリチャード・ニクソンはミッションインのプレジデンシャルスイートルームで結婚式を挙げた。また、レーガン夫妻は新婚旅行でミッションインを訪れた。毎年秋になると、このミッションインを中心に周辺の店舗も参加してリバーサイド・フェスティバル・オブ・ライツが開かれる。 ミッションインのデコレーションは10月に始まり、11月下旬の感謝祭の翌日に点灯される。ミッションインには300万個以上の電球が取り付けられる。このイベントは年明けまで続けられる。リバーサイドに立地する歴史的な建築物としては、このミッションインの他にパリの小宮殿を模したデザインのリバーサイド軍地方裁判所や、 フォックスシアターが挙げられる。フォックスシアターは1939年9月9日に初めて風と共にサリぬの試写会が行われた場所である。同劇場は市に買い取られ、2008年秋に演技芸術センターとしての再開を目指して改修が進められている。完成すると劇場は1600席を有し、舞台もブロードウェイスタイルの公演も可能な。 広さになる。ロサンゼルス都市圏内の多くの主要都市同様、リバーサイドも、また、人種の多様性に富んだ都市である。かつて、リバーサイドには、カリフォルニア最大のチャイナタウンが形成されていた。しかし、1970年代に、最後の住民が死去すると、その後1980年代にかけて、廃墟と化した建物の取り壊しが進んだ。 日系や韓国系の移民は、鉄道の線路沿いに住んでいた。柑橘類の収穫時期ともなると、鉄道は何千人もの労働者で溢れた。現在では、リバーサイドのアジア系住民の多くは、市の南西部のアーリントン地区やらシエラ地区に住んでいる。ダウンタウンの東に隣接するイーストサイド地区は、メキシコ系の移民が住み着いた地区である。このかダウンタウンの南西、 アーリントン地区の北東に隣接するカサブランカ地区にも20世紀初頭にメキシコ系の住民が移入してきた。これらの地区には現在でもヒスパニック系の住民が多い。2010年の国勢調査によるとヒスパニックラテン系の住民はリバーサイドの総人口の49.0%を占めている。アフリカ系住民のコミュニティは ダウンタウンのハワード・アベニューとトゥエルフス・ストリートが交差するあたりに形成されていた。以下にリバーサイド市における1890年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。リバーサイドは以下の6都市と姉妹都市提携を結んでいる。2000年代前半、リバーサイドはメキシコ南部のオアハカ州と 経済パートナーシッププログラムを展開していた。2007年、仙台市に本拠を置く、東北大学は、カリフォルニア大学リバーサイド校、仙台市、リバーサイド市との間での共同宣言に署名した。この共同宣言の内容は、以下の通りである。東北大学及びカリフォルニア大学リバーサイド校は、両校の教育、学術研究交流及び産学連携の推進を、 はかり、両校の連携を発展させる。仙台市及びリバーサイド市は、東北大学とカリフォルニア大学リバーサイド校の教育、学術研究交流及び産学連携を支援する。東北大学及びカリフォルニア大学リバーサイド校は、仙台市、リバーサイド市間の交流発展に寄与する。ありがとうございます。